皆さん、こんにちは。秋篠宮家の長男悠仁様が筑波大附属高3年になられて、およそ2ヶ月が経過し、これまで以上に進学先に注目が集まっている。一説には、いよいよ具体的に絞られたとの説も流れているという。実態はどうなのか、お伝えしていくことにしよう。宮内庁側から悠仁様の進学先に、言及するというある種のサプライズがあったのは3月29日、吉田直政皇嗣職太夫の定例会見の場においてだった。吉田氏は、悠仁様が昆虫や植物などの自然史を学ぶことができる大学への入学を目標にされていることを明らかにした。これまでの悠仁様のご活動などから、そういった分野や領域に関心を持っていらっしゃることは想定の範囲内ではありましたが、2月に皇嗣職太夫という秋篠宮家最側近の立場になったばかりの吉田氏があえてそのことに触れたことに意味があるのではないかと感じさせたのは事実でしょうと、担当記者。進学先をめぐる報道についてはいくつか大学の具体名を挙げてのものもありますが、東大ありきなイメージが強くありますね。その点、秋篠宮様ご夫妻もそのように感じていらっしゃるところがあったようで、そのご意向を踏まえた結果が3月の会見になったということでした。会見から読み取れる基本的なことは、こだわっているのは大学の名前ではない、本人の希望する分野がそれなりにはっきりしているあたりだろうか。そうですね、ちょっと意地悪な見方かもしれませんが、この会見を経たことで最終的な進学先が東大を含めてどこになっても自然史というキーワードで進学理由を説明することができるようになったとも言えるかもしれません。悠仁様が筑波大附属校へ進学されるにあたっては、お茶の水大と筑波大との間で結ばれた提携校進学制度を利用された。推薦や審査など決められたステップを全てクリアされた結果だが、そのプロセスが見えにくいと感じる国民の間からは不満の声も漏れていた。秋篠宮ご夫妻としては、同じ鉄は踏まないとの思いを持たれているのではないでしょうか。当然吉田氏もそのことを共有していることでしょう。吉田氏の言及をめぐっては、そろそろ志望校が決まるタイミングだからではないかとの指摘もあった。それは間違いないでしょう。3年生に進級されてそれほど遅くない時期に絞り込みをするのではないかと見られていましたし、すでに典子様が学校側との面談を済ませ、ある程度絞られたとの説もありますね、とは別の記者。具体的には、やはり東大の推薦入試、学校推薦型選抜を利用される可能性がそれなりにあるのではないかと見ています。出願できる枠が極めて少ないこともさることながら、選抜自体が相当な難関となっているのは事実ですが、例えば去年11月に悠仁様が発表されたトンボ論文に対する評価はとても高いと聞いています。トンボ論文とは自身初となる学術論文で、赤坂御用地のトンボ礁多様な環境と人の手による維持管理というタイトルで、国立科学博物館が発行する研究報告誌、国立科学博物館研究報告A 類動物学に掲載されている。発表された時期や内容からも進学先を見据えたものであることは間違いないでしょう。落ち着いて勉学に励まれ、大学生活を楽しめる環境が整うことが望まれるところである。今の流れだと最終的な選択が学習院大になっても不思議ではないと話すのは宮内庁 OB。 大学進学先として東大や筑波大が有力視される悠仁様だが、秋篠宮家がこれまで避けてきた学習院が急浮上しているという。秋篠宮様も典子様も世間の目を非常に気にされるからだ。半ば強引とも思えるやり方で長進学校の筑波大附属高校に入学した悠仁様、ここでさらに東大に進学ということになれば、さまざまな噂が飛び交うのは避けられない。さらにネックとなっているのは警備問題。学習院以外の大学に進むとなると、新たな体制を組む必要に迫られる。ところが、警備を担う警察と宮内庁の間で、不協和音が起こっているというのだ。そうした中、週刊文春、5月23日号が秋篠宮家と、警察がしっくりきていない現状を報じた。
警察庁から出向していた秋篠宮家を支える皇嗣職宮務官の一人が任期を終え依願免職。後任には外務省からの出向者が当てられ、警察出身の皇嗣職宮務官はゼロになった。警察庁側が派遣するのを避けたのである。出向者が典子様の布教を買うこともありギクシャクしていた。秋篠宮家が求めるハードルが高く、警察に限らずプロパー職員でも一家に直接関わる部署に行きたがらないのは事実と前室の宮内庁 OB は話す。現役の職員から愚痴を聞かされることも少なくないという。そして一番問題となるのが悠仁さまの警備なのである。秋篠宮夫妻は二人とも目立たない警備を強く求めている。ミスは絶対犯せないと厳重な体制を組みたがる警察と、宮家の要請を何とか聞き入れなければという宮内庁の間もおかしくなっている。現在の危うい状況を説明する宮内庁 OB だが、こうした要求を出したのは秋篠宮家が最初ではない。1985年、英国留学から帰国した元天皇の徳仁様が会見の中で警備問題に言及している。日本の警察は英国に比べちょっと警備が過剰、国民と皇室を隔てるものであってはいけないと考えていると発言。率直さがにじみ出ていて好感が持てたと振り返るのはベテランの皇室記者。会見でお妃の条件を尋ねられた徳仁様は、ニューヨークのティファニーであれやこれや買う人は困ると答えて記者たちを笑わせた。こうした余裕が今の秋篠宮家からは感じられない。警備問題に触れる際もどこかギスギスして周囲を萎縮させてしまう。悠仁さまが大学に進学して新たな警備体制を築く必要が出た時に非常に困難な局面を迎える可能性が高いと宮内庁 OB は心配する。ならばいっそのこと宮内庁も警察も十分な経験を持つ学習院大でもいいのではないかという声が出ていて、秋篠宮さまも揺れていると聞く。ただし決めるのは受験するご本人ですが、天皇への道を歩み続けなければならない悠仁さまにとって警備問題を抜きに進学先を決めるわけにはいかず、選択肢は限られている。東大という目標にまっしぐらに進んでいるかのように映る筑波大附属高校3年の悠仁さま。別の意外な候補が挙がったのは1年半前のことだった。京都大を視野に入れているとの情報が舞い込んできたのである。いつの間にか立ち消えになったが、再びこの案が浮上している。皇室御用達の学習院を蹴ってまで東大を目指すのはなぜなのか、箔をつけるためではないのかとの批判が出ていた頃でしたと振り返るのは宮内庁 OB だ。幼稚園中学はお茶の水女子大附属、高校は筑月と秋篠宮様と典子様が長男のために選んだのはいずれも難関校。偏差値志向が見え隠れする。学習塾経営者との声が少なくない。東大で何をやりたいのかという視点が欠けていると宮内庁 OB は嘆く。悠仁さまは周知のように秋篠宮邸のある赤坂御用地でトンボの調査研究を続けてきた。昆虫学を極めようとする悠仁さまにとって本当に東大がふさわしいのかとなると疑問が残ると、道央理系教授は首をかしげる。東大農学部には応用昆虫学研究室があるものの、立ち上がったのは戦後と歴史が浅い。元踊り寺の専門は殺虫剤の研究で、悠仁さまが目指す分野とは異なるという。推薦制度を使ってまで東大を狙うとなると世間の納得が得られるか微妙になってくる。一番の目的が東大のネームバリューと捉えられかねない。そこで新たに登場したのが京大だった。昆虫学に関してははるかにリードしているからだ。農学部の昆虫生態学研究室は約100年の歴史を持ち、いわば日本の昆虫学の総本山。理学部にも動物生態学研究室があり、昆虫を対象に成果を上げている。悠仁さまが目指すのなら東大より断然京大との声も宮内庁の一部では上がっていたという。秋篠宮家がステータスを重んじるのなら京大でも申し分ないはずと思われた。入りたい理由付けも東大よりはっきりしている。しかも京大の推薦制度も東大と同様、特定分野での活動歴が重視される。
トンボ研究で突出した成果を残してきた悠仁さまには有利な制度だ。しかし、京大の名前が最初に挙がった時点では深く追及されることはなかった。秋篠宮家が消極的だったからだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。